フランチェスコ・ジェミニアーニは、イタリア後期バロック音楽の作曲家、バイオリニスト、音楽理論家。演奏家として、ロンドンやダブリンで活躍し、作曲家として、コレッリからヘンデルをつなぐ存在であった。ルッカ出身。音楽全般をアレッサンドロ・スカルラッティに支持。バイオリンは、ミラノでカルロ・アンブロジオ・ロナーティに、その後ローまでアルカンジェロ・コレッリに支持。 1711年よりナポリの宮廷楽団のコンサートマスターに就任し、しばしば旧市スカルラッキと接触する機会を持った。1714年にビルトゥオーソとしての評判からロンドンに招かれ、とりわけ第3代エセックス博、ウィリアム・カペルの格別の庇護を受けた。1715年にヘンデルの通奏低音により、ジョージ一世に午前演奏を披露する。 音楽教師や作曲家として、生計を立てつつ、美術の収集、販売にも熱を上げたが、こちらは常に成功したとは言えない。パリを訪れしばらくその地に暮らしたが、1755年にイングランドに戻る。1761年にダブリンを訪れた際、多くの時間と労力を捧げた趣向を使用人の一人に盗まれる。一説によると、趣向が盗まれた。 悔しさが死を早めたという。ジェミニアーニは第一級のバイオリニストであったようだ。言い伝えによると、イタリアにおける門人からは、表情豊かなリズムのために、熱血感いるフリボンドと呼ばれていたという。今日では、全部で42曲の競争曲のうち、作品3や作品7の合奏競争曲集が最も有名である。ジェミニアーニの合奏競争曲は、 コンチェルティーノにビオラを導入して実質的な弦楽史重奏を形成している。これらの作品は当時なお、これ、リを愛したロンドンの聴衆を喜ばせるために非常に対法的に朗作され、同時代のヨーロッパ大陸におけるギャラント様式の流行とは好対象を成している。ジェミニアーには、また恩師これ、リのトリオ・ソナタを改作して、 合奏競争曲に仕立ててたものを出版しているバイオリン奏法論アート・オブ・プレイング・ザ・バイオリンは1751年にロンドンで出版され、18世紀イタリアのバイオリン演奏の方法論について最も有名な外説となっており、ビブラートやトリルなどの演奏技巧に詳しい説明が加えられていることから、後期はロック音楽の演奏習慣の研究者にとって有意義な著書となっている。 火星法指南、グイダハーモニカは、高機バロック音楽の比類ない理論書であり、通奏低音のパターンと実践についての百科事典として重宝する。すべてで2236のパターンが載っており、作曲の学習者がこの著書を学べば、その後どんなバス課題に対してもすっかり対応することができるように配慮されている。ジェミニアーには、たくさんのバイオリン作品を出版し、 三巻のバイオリン競争曲集、十二のトリオ・ソナタ、チェンバロのためのレッスン、鍵盤楽器による伴奏法、ギター奏法論などの楽曲や著作がある。ありがとうございます。